株式会社さ藤長は青森県弘前市を地盤にスーパーマーケットを営む小売企業である。本社は同式京谷に置く。通称スーパーさ藤長佐都町。弘前を中心とした津軽地方、南津軽郡や下北地方のむつ市へ展開する地域密着型スーパーである。キャッチコピーは地域密着、地域貢献が合言葉。 みんなのスーパーサト町です。としている。また、東北地方のモール等への専門店や、大手コンビニエンスストア、セブンイレブンも、同時展開している。1897年から1977年、1978年から1999年、2000年から2020年、2021年、その他、内は、開店年月、所在地、または、 開店前の店舗など備行。院は、臨時、一時休業中。テナントとして出店しているのは魚さんである。同社の展開する、スーパーマーケット、里町の、里町片田店が、2019年9月14日12時56分、頃に火災が発生した。出荷元は、同店舗のテナントである、手作り、焼き鳥串焼くんからである。 出火時には、周辺の道路が約4時間通行止めになるなど、大規模な火災となった。沈火は15時50分頃である。また、怪我人は出ておらず、人命には影響は出ていない。約2年ほど手付け数のままだったが、2020年12月、上旬頃佐藤町片田店の店舗解体工事に着手し、2021年3月上旬頃に、新築工事を開始した。 その後、店舗跡地には、株式会社、丸大桜井薬局の、ハッピードラッグ広崎片田店が2021年6月17日に、開店している。ありがとうございます。